ピートとその玉からダピートは第二次世界大戦時イギリス軍が開発使用した対戦車敵弾発射機であり厳密な定義ではスピゴットモルタルに分類される蛍光兵器であるピートの名は正式名称プロジェクターインファントリーアンチタンクの頭文字を取ったものであるピートを構えるカナダ軍兵士投下されたピートを受け取った ワルシャワのポーランド国内軍兵士たち第二次世界、対戦会戦時にイギリス軍の保有する不評用蛍光対戦車兵器は、ボーイズ対戦車ライフル及び DN フィールド小重用のナンバー 68AT 対戦車敵団のみで、1940年にドイツとの戦争が開始されて、実戦で用いられると、これらは全くの無価値とは言えないものの、威力の不足が懸念されるものであった。 1941年からの北アフリカでの戦闘では急速に強化されるドイツ軍戦車に対して不評の蛍光対戦車火力が不足していることが重大な問題と認識されるようになり新たに強力な蛍光対戦車兵器が必要と結論された。ピートの起源は第二次大戦前にイギリス陸軍のスチュワート・ブラッカー・中佐が発明し不評招待で運用される 支援書きとして個人的に研究していた軽量小体迫撃砲である。これはスピガットモーターと呼ばれる迫撃砲の一つでアーバレストの名称で軍に提案していたものだが、軍当局は粗雑な兵器であるとして大きな興味を示さなかった。ブラッカー中佐はその後も研究を続け、弾頭に成形作薬を用いたより小型で対戦車打撃力の高い兵器として、 改良を進め、1941年にはベビーボンバードとして軍に提案した。このベビーボンバードは先日の経緯から新たな蛍光体戦車兵器を求めていた軍によって、早速テストが行われたが、1941年6月のテストではトリガーを引いても、まともに発射されない上に、弾頭はいずれも作動せず、検討に値しないとの評価を下された。 ブラッカー中佐はベビー・ボンバードの提案後、秘密兵器の開発を担当する機関である MD-1 に転属したが、中佐の同僚であったミリス・ジェフリーズ少佐が開発思想を引き継ぎ、改良を加えた発射機本体に新たに設計した成形作薬弾頭を装備したものをジェフリーズショルダーガンとして完成させ、改めてテストを行った。初のテストの際には、 実車を担当した順位が負傷するという事故が発生したが、その後も研究開発は続行され、ジェフリーズショルダーガンは改良を加えられ、1942年8月には、プロジェクター、インファントリー、アンチタンクマーク、I として生産が開始された。兵士の間では、装填時の苦労や有効射程の短さ、下方を狙うと砲弾がずり落ちる、欠点。 放物線を描く弾道による命中率の悪さもあって、当初はピーットの評判はかんばしくなかったが、敵戦車に効果のある唯一の携帯兵器として広く使用され、多数の戦果を挙げた。ピーットを用いた戦果では6名のビクトリア十字章、受章者が誕生している。実戦では、ティガー戦車の側面を撃ち抜いて、搭載弾薬を誘爆させ撃破した例もある。 イギリス軍及び英連邦軍のほか、レンドリースポーに基づいた兵器供与の一環として、ソビエト連邦には1000機のピートと10万発の弾薬が供給された。ワルシャワ放棄の際に、ポーランド国内軍に対し輸送機から補給物資として投下され、使われている。また、露覚したドイツ軍が使用した例もある。英軍においては後継にバズーカや無反動砲が配備されると、 次第に置き換えられていき、1950年に退役した。戦後はイスラエル他においても使用された。玉体を装填したピートの先端部ピートの玉体団体の内部構造図ピートの外観は、単純な円筒といって良いもので、中央上部左側には小準器、中央部下方には引き金と重波、その前方には玉足、後端部には、 国ングレバー兼用の片手がついている。発射機の材質にはそれほど上等なものは使われなかったが、各部は頑丈に作られていた。アメリカのバズーカやドイツのパンツァーシュレック、パンツァーファウストなどといった同時代の携帯式対戦車兵器が、後端は閉鎖されていない遠藤に、弾体を装填し、発射時の後方粉流を逃がす仕組みになっているのに、 対し、ピーットでは発射塔の後方は閉鎖されており、中空構造にはなっていない。発射塔は内部に約9 0ラムの反発力を持つバネと、スクリュー式の固定機構を持つ内軸のある二重構造になっており、内軸の先端に激震がある。内軸はバネを介して引き棒によって、片当てと接続されており、内筒を回転させて固定機構を解除した後、 片当てとそれに接続された引き棒により、内軸を発射塔の後方に引くことによりバネが圧縮され、内軸は引き金に連動した視野により固定される。バネの圧縮と内軸の固定を確認した後、片当てと引き棒を発射塔内に戻して、再度固定し、発射塔全部にある紙型開放式の装填部に玉体を装填すれば、発射準備状態完了となる。 引き金を引くと、視野が解放され、圧縮されていたバネが伸長して、内軸が前進し、内軸が玉体を叩いて前方に打ち出すと同時に、激震が玉体底部の雷管を叩いて発射薬を発火させ、玉体を飛翔させる。激震と内軸は発射薬の反作用で交代するので、これによりバネは再び圧縮され、第二射以降は手動によるコッキングは不要となる。 バネが圧縮される際に発射時の反動の一部が吸収される。この構造によりロケットランチャーや無反動砲と異なり閉鎖空間や後方に空きがない場所からでも安全に発射が可能となっている。玉体はロケット弾に類似した外観を持っていたが内部には少量の創薬が充填されているに過ぎず構造としては弱創薬の迫撃砲弾というべきものである。 弾頭は発射された後は、その弾道特性上を緩い放物線を描いて、飛翔した。瞬発進艦は、運搬時には保護ケースに入った状態で玉体の安定翼にクリップ止めされており、発射の前に取り出して弾頭へ組み付けることとなっていた。対戦車線当時の射距離は約100メートル、建築物などに対する局射の場合は約350メートルで、 成形作薬団を使用した場合は 100mm の装甲板を貫徹する能力を持っていた。対戦車用の成形作薬団のほか対準用榴弾や発煙弾も用意されていた。ピートは標準で1個正体に1機が配備された。運搬、操作は単独で可能であったが、通常は伊手と弾薬試験相談手の2名のチームで運用された。重量的には立車することも、 不可能ではなく、また、片当て部を片付けせず、頭尾を肩に乗せて担いで撃つことも可能ではあったが、運用マニュアルにおいては片付け姿勢での不正打ちが推奨されている。いては、ピーットを地面に垂直に立て、本体と激震のロックを解除するため、片当てを両足で踏んで押さえながら、発射塔を後回転半回す。片当てを両足で押さえたまま、発射灯本体を、 短足の支柱を手がかりに引き、激震と内刀をコッキングする。引き出された当て部を本体内に戻し、回転させて、再度固定する。発射刀を水平に戻し、照準機を引き起こす。照準機は70ヤード、100ヤードのどちらか望む方に、設定できる。弾頭の新間保護キャップを外し、発射刀全部に弾体を装填する。敵戦車を、 照準設定距離まで引きつけ、銃波をしっかりとつかみ、引き金を引いて発射する。戦場では、伊手が直立して発射塔を引く作業は身を隠せない、ために危険であるとして、伊手が地面に仰向けになった状態で片手を両足にかけ、両足を伸ばしながら、銃波と端足もしくは発射塔の先端部をつかんで、頭の側に引き寄せる、というバネの圧縮方法が指導されていた。 この方法は十分な引きしろが確保できない恐れのある小柄な兵士が使用する際の方法としても推奨された。ピートは玉体に推進薬を内蔵せず発射に用いられる装薬も少量のため玉体の飛翔速度は直射型の対戦車兵器としては低速で遠距離の目標や移動目標に対しての命中精度には難があった。実戦での使用統計によれば 熟練したい手が用いた場合でも、命中率は100ヤードで60%を超えることはなく、新艦の作動率も75%に止まったとされている。発射に薬莢に充填した装薬や、弾体内部の推進剤の噴射を用いる他の対戦車兵器と異なり、バネの反発力を使って発射する機構は簡易かつ、軽量な構造を実現したが、発射塔に砲弾が固定されないため、 下方を狙うと砲弾が滑り落ちてしまう構造上の欠点があった。また、強力なバネを用いているために引き金は、指4本を使う必要があるほど大型で重く、発射時にブレを生じさせて照準が狂う原因となった。設計上は火薬の圧力でバネが再び縮められ発射位置まで後退することになっていたが、実際にはほとんど圧縮されることはなく、 大半の場合は戦闘中に手動で再度コッキングする必要があった。バネの圧縮のためにはある程度の引きしろが必要で小柄な人間だと十分な引きしろが確保できない恐れがあり身長5.5フィート以下の人間では通常の手順ではコッキングができない可能性があるとされた。コッキングに失敗するもしくは作業中にうっかり手や足を離してしまった場合、外頭部は バネの力で激しく反発するため、いては反調した外頭部で負傷する危険があった。コッキングに必要とする力もかなりのもので、筋力、特に背筋のひりきな人間が行うと背骨を痛める恐れがあった。上術のような構造上の問題はあったものの、前述の100ヤードで60%の命中率。 新艦の作動率七十五パーセントは、同種の対戦車兵器としては特段に低いものではなく、アメリカ軍のバズーカなどと比べても、標準的な範囲の数値である。上げた戦果も、決して少ないものではなく、戦後のイギリス軍の分析では、ドイツ軍戦車に対して与えた戦果のうち、航空機による地上攻撃、特に対地ロケット弾による対戦車攻撃の割合は六パーセントほどだが、 ピートによる対戦車攻撃の戦果は7%程度あったとされており、ピートは有用な兵器であったとされている。1944年から1945年にかけてカナダ軍が実戦に参加した161人の将校に31種の不評用兵器の有効性について質問した調査では、ピートはブレンガンに続いて2番目に最も効果的な武器に挙げられている。 ありがとうございます。